はい、こんにちは、霊視研究家の、ムイ&カッチャンネルのカッチャンです。こんばんは。はい、こっちにムイもいます今日はね、ムイくん企画で、まあいつもムイくん企画なんですが、今日僕が映ってるのはなぜでしょうか。一つ、つい最近気づいたんですが、あのじいちゃんはんから霊視研究家なるものに名前を変えてから今頃です。変えたんですが、霊視研究家としてそれらしいことをしなくねということに気づいたわけですよ。遅いですあの視聴者さんからもね、あの視聴者のことを研究員と呼ぶのはいかがでしょうかというね声をいただいてるんですが、その研究員という名前に沿うことを視聴者さんにさせてあげられてるかなということにも気づきましてね、今回は改めて視聴者さんを研究員という立ち位置において、かっちゃんを教授というその教える人のポジションに考えて喋ってもらおうかなと。霊視っていうものをはどんなものかをまずまあやっていきたいなと思います。ね、今こうやって視聴者さんの中にも見える人と見えない人といます。はい、確かにいます。これはまあね。見える人もおれば見えない人も、まあ見えない方がいいと思うんですけど、ただ感じるのもまた気色悪いですからね。まあこれから試していきたいと思っています。そしてまあ、ね、霊感のない人が、まあまあ僕は今霊感ゼロだとしても、取れたらごめんなさいね。今の通り、取れないんです、ほぼ。企画の説明しないけどよろしいか企画の説明をなんか細かくしないけど大丈夫か。まあ霊力を上げていこう、上げてどこでオーブが取れるかって、今ゼロのオーブでやってみたけど、まあ映ることはないと。だからレベル1にしてみます。レベル1で同じ場所で同じとこを映します。レベル1もほぼ映りません。あら、レベル1は映らないんですか。そうですね。レベル1、レベル0は無理だと思うんですよ。その霊感なしで特に隣に幽霊がいても感じないみたいな、うん、そのじゃあ今度はレベル2でいきます。レベル1は逆にどんなあのレベルなんですか。偶然にも取れるか取れんかやろ、こんなもんレベル1は運良かったら幽霊が捉えられるレベル。そう、それは果たしてレベル0と変わらんのでは。レベル3で2でようやくちょこっとうっすらが映るってやつ。だいぶ刻んでいくっすな。うん、申し訳ないんですけど大体そうです。で今度はレベル3に行きましょう。どうか取れてくれよ、3ぐらいで取れるやろう。そうですね、レベル3だとちょっと濃くなったかな、ちょっと増えたな、1個あの何枚か取っていいのよ、ちゃんとあのレベル3で例えば3枚ぐらい取ったら3枚こんな感じになりますでやるから。そう、そんな1枚できっちりなんか成果収めなくても。そう、まだレベル3ですね、これで。ここでは多分取れないと思います。じゃあちょっと行きましょう。もっと場所をずらしますか、うん。はい、どこにカメラ置けばいい。うん、じゃあね、今レベル3のままで今続いております。まあここだったらまあ真っ暗いでさ、まあ通れんこともないかなと。ライト軽いね。はい、じゃあレベル3で行ってみます。まあレベル3だとオーブがくっきりと。はい、一旦ここで区切って、うん、
レベル0からレベル1に進化するにはどうすればいいんですか？レベル、真似するの厳禁。そこだけ注意してもらって。良い子は絶対真似しないように。こんなこと覚えなくてもいいけど、一応霊視研究家としては、霊視って、霊感っていうのは、本当、人それぞれなんだけど、ゼロの人。で、はい、ゼロから1っていうのが、霊が、なんか、気配を感じる感じかな。今、無意が何も感じないけど、結構ゼロ。レベル1になると、例えばここに幽霊がいて、これを感じるってなる。なんかいそうな感じがするっていう感覚。なんかここ嫌な感じがするなみたいな、そういうのが。レベル2になると、はい、いや、この辺に誰かいるよねっていう感覚。今ちょうどそこのところに、なんか人の気配じゃないけど、そういうものが、嫌なものがあるよねっていうのが、具体的に分かるようになる。まだ幽霊の姿見えたりはしない。しない。なんかはおるっていう。っていう感覚です。レベル4になると、3抜いた。レベル3になると、どうだろう。レベル3だとどのくらいになるのかな。すごい速さで動くオーブが、光が見える。ピカ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 、オーブが走っとるのが。それはこの、今この横を向くじゃないですか。はい。の時点で流れ星がピューン通るような感じ。そう、猛スピードでこうやって動いてるっていうのが見える。それ見て、霊感、幽霊好きっていう人はさ、そのオーブ生で見れたわけだけど、感動するのそれ。目の前をピューンとさ、レベル4になると、それが丸に止まって見えるようになる。ああ、オーブがちゃんとその肉眼で確認できるというか。確認ができるっていう。さあ、皆さん、多分これより上は多分そういないと思うからここで聞きますけれど、 ここまでがだいたい僕らがやってる中レベル0から4ぐらいの4ぐらいまでが僕らがやってる状況、今の状況が。皆さんはどのランクに当てはまりますか？当たり、ここら辺までがだいたい普通の人たちが感じられるあたり。多分トレーニングもしてない生粋の霊感では、この辺が、かっちゃんはだいぶ YouTube というなんていうのあれで鍛えられてるからな、霊感が、だから霊感を上げれば上げるほどいいかもしれんけど、今も声聞こえたでしょ。ゼロが聞こえると思いますか？そう、今うんいう声が聞こえた。厄介なもんだね。これは鳥じゃないな。ほらね、ちょっともうレベルを上げていくと、こういうこんな風にわけわからん声が聞こえ始める。多分この前の時もあそこで声出たのがレベル5の時な。おだいたいレベル5だとだいたい声が入ってくる。普段はそのレベル4とか3で止めてる、抑えてる、で例えば今回の今こう動画撮ってるじゃないですか、やべえこの心霊スポット幽霊一匹もいねえ、何も撮れねえって無意がわっちゃわっちゃ慌ててたらレベル5くらいまで上げてくれる。上げるしかない。上げても出なかったら諦めるっていうのが僕らのやり方。もうそれ以上のレベル上げてムイ君を結界の中に放り込むことはできない。多分あの何も取れねえ何も取れねえって言ってかっちゃんが霊感を上げた結果が、あの天狗神社のあの写真です。あの写真です。あの古い動画ですけど、見返してください。見返してください。ああなるともう霊感の騒ぎじゃなくなっちゃうもんで、もう何画像では上げられない、どこまで行ったらもう終わりじゃん。まあそうね、ゲロいのグロいのは出せんでしょ、さすがに。ぼかし入れてくださいとか、多分見たがる人はいるかもしれないけど、このチャンネルがバンされます、そうですね、最近うるさいもんでなかなかそれができないもんで、ソフトなやり方で今は言ってます。はいはい。でそうすると今度変な話、レベル4かな、とりあえず今。いや、今度はムイ君が取ると、オーブが取れます。見ててください。こっちか。はい。ゼロだと取れません。虫かこれは。なんだ、ゼロはやっぱ取れんのだ。はい、これがゼロです。で同じ場所やな。
はい、取れてます。ちょっと確認で。ああ、ほんまや。ん？この下のこれか。と上の方にもちょっとツンってあるでしょ。右側。ああ、はい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 。うん、これがレベル0とレベル3の違いがここに出てきます。これがムイ君と僕のその霊力の0と3の違いが出てくるわけ。はい、だから見えないから追えないわけだ。だけど僕は見えておるとこに映す、カメラを向けれるから。うんうんうん。はい。だったら今度はこれをレベル3でもう一回カメラ向けて。はい。で、だいたいあのこの辺、こっちの方、はい、あのあそこの石がある灯籠が、はい、あの辺を映してください。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと横じゃない、もうちょっと、うん、この辺で映ってない、映ってるはずだぞ。あ、これか。で、はい、これが見えるか見えてないかの違いです。はい、わかりますでしょうか、皆さん、説明が。うん、皆さんついてきてこれてますか。ついてこれますかね。うん、レベル1で嫌な感じがする。レベル2で気配を感じる。レベル3で音がする。音がするなり、その声がするだの。声がするだの。まあ、よりなんていうの、五感で感じれるようになるのがレベル3からか。そう。だからレベル0の人でも音とかラッポンが聞こえるのが、レベル3以上を上げていくとラッポンが聞こえてくると、みんなさんに。あの普段動画に入ってるさ、うん、ラップ音とかあの手のものはもう、うん、どうなん？もうだいたいレベル4から5になっとるとき。ああ、そのカッチャーに対しての警告音がたまたまカメラに入ってる感じで。そうもう来るなと、帰れとっていう、僕に対する、まあ、嫌がらせですね。うん、では第2弾でいきましょう。皆さん、いきましょう。